大見島は山口県長都市の北日本海に浮かぶ島である。島の北岸にある海上アルプスの基岸面積14平方キロメートル、周囲は約40キロメートル。本土との間は大見大橋で連絡されている。島の最高点は北東側にある鉱山319.9メートル。いくつかの島がサスで繋がって一つの島となっている。 島の北岸は日本海の荒波を受けた浸食地形となっており、その祈願の並び立つ様子は海上アルプスとも称される。対岸の仙崎港から観光遊覧船が発着しており、島の外周を一周することができる。島の南西にはサスの波の橋立てに囲まれた石湖の大御湖がある。北長と海岸国定公園を代表する景観の一つ。 日本百景に選定されている。また国の名称及び天然記念物に指定されている。もともとは本土の一部を含めて大津郡千崎道村という一つの村であったが、大見東東部が道村に、西部と本土部分が千崎村に分かれた後、1954年3月31日に、道村、千崎村ともに周辺の町村と合併し、 長戸市が発足したため、現在では長戸市の一部となっている。現在の町域は、島の西側の旧仙崎村域が対岸の本土部とともに、仙崎地区、東側の旧通村域が通地区となる。通地区は漁港がある。通地区は、江戸時代から明治時代末期まで沿岸捕鯨の基地として栄えたが、クジラを湾岸に追い込み漁師が、クジラの上に飛び乗って森を刺す。 古式捕鯨であり、近代捕鯨へは移行せず捕鯨は消滅した。高岩寺には当時捕獲されたクジラの胎児を埋葬するためのクジラバカがあり、約70体のクジラの胎児が埋葬されているほか、毎年クジラエコーが取り行われ、クジラの霊を弔っている。また、現在でも地域に伝わる伝統芸能として、通りクジラ歌が歌い継がれている。当時の沿岸捕鯨の様子については、 高岸寺そばの鯨資料館に詳しい展示がある。大日日に県下の夏みかん玄樹があり、200年以上実をつけているが、今は根だけが玄樹で上は継ぎ木である。小学校については、通地区は地区内にある通り小学校の校区、仙崎地区は本土部の仙崎小学校の校区となる。かつては仙崎地区にも大三島小学校があったが2006年に閉校 統合された。中学校については、島全域が本土部の仙崎中学校の校区となる。島南部の大泊と本土部の仙崎の間には、大見大橋がかかっている。山口県道283号大見東線が、大見大橋を経由し、仙崎と通地区の間に通っている。大泊から島の西側の大見湖方面にも道路が、通っている。三電交通が、 島内各地と本土の仙崎、長戸市中心部、下関市を結ぶ路線バスを運行している。かつては、仙崎大見間及び仙崎大日日通り間に、航路があった。仙崎大見間は大見大橋開通後間もない1966年3月31日、限りで廃止された。仙崎通り間は大見大橋開通後も、存続したが、 県道を未到線と通地区中心部内を結ぶ道路が開通したため、1980年7月31日、限りで廃止されている。長戸市広報、第230号さようならかよい丸広報長戸1980年8月15日号。ありがとうございます。